ナンバーアンダーラインアイで見せた新たな一面平野翔が挑む次なるステージの全貌アンチの批判に負けない平野翔の強さとはその裏に隠された努力と覚悟平野翔という名前を聞くと多くの人々が彼の輝かしい笑顔と多彩なパフォーマンスを思い浮かべるでしょう彼はキングプリンスのメンバーとして一躍有名になり その後、ジャニーズ事務所を退所して新たなステージへと歩み出しました。しかし、その道のりは決して平坦なものではなく、彼を取り巻く賛否両論、特にアンチと呼ばれる批判者たちの声が大きく響いています。平野翔がジャニーズ事務所を退所した理由は多岐にわたります。彼は常に新しい挑戦を求め、自分自身の成長を追求してきました。 ジャニーズ事務所での経験は貴重なものでしたが彼にとって次のステップへ進むためには新しい環境が必要だったのですしかしファンの中にはこの決断を理解しきれない人も多く彼の対象わがままと批判する声も上がりましたアンチの存在はどのような人気者にもつきものです平野翔の場合も例外ではありません 彼が新たなプロジェクトナンバーアンダーラインアイに参加したことで、その注目度はさらに増し、批判の声も一層強まりました。アンチの意見は様々で、中には彼の才能や人柄を否定するものもありますが、その多くは彼の成功への嫉妬や誤解から来ているように思われます。彼がどれほどの努力を重ね、どれほどの情熱を持って活動に取り組んでいるかを知らない人々が、 表面的な情報だけで批判を繰り返しているのです実際のところ平野翔は非常に思いやりがあり仲間を大切にする性格の持ち主です彼の周りには常に彼を支える仲間やファンが集まっておりその絆は非常に強いものです彼が忙しいスケジュールの中でファンのために時間を割いてインスタライブを行う姿勢からも彼の誠実さとファンへの愛情が伝わってきます しかしアンチはそのような努力を理解せず否定的なコメントを投げかけますアンチのコメントにはしばしば無知や誤解が含まれています彼らは平野省の本当の姿を見ておらず表面的な情報だけで判断しています例えば彼の演技やパフォーマンスをわざとらしいと批判する人々もいますがその裏には長年にわたる訓練と努力があります 彼がどれだけの時間を費やし、自分の技術を磨いてきたかを知れば、その批判は無意味に思えるでしょう。平野翔の魅力は、彼の多彩さだけではなく、その人間性にもあります。彼は常に周囲の人々を大切にし、支えてくれる仲間やファンに感謝の気持ちを忘れません。彼のインスタライブでは、ファンとの交流を大切にし、 時には自虐的なジョークをを交えて場を和ませることもありますこのような姿勢は彼が単なるアイドルではなく人間味あふれる人物であることを示しています一方でアンチの存在は避けられない現実でもあります人気者であればあるほど彼らの成功に対する嫉妬や反発は強くなります平野翔もその例外ではありません彼の成功を病み 批判する声は後を絶ちませんが、それでも彼は自分の信念を貫き、き前向きに進んでいます。彼のこの強さと覚悟はファンにとっても大きな励みとなっていますまた平野翔がジャニーズ事務所を退所した背景には彼自身の成長と新たな挑戦への意欲があります彼は常に新しい経験を求め自分自身を高めるために努力を惜しみません ジャニーズ事務所での活動は確かに彼のキャリアの大きな一部でしたが、それにとどまらず、さらに高みを目指すための決断だったのです。アンチの批判に対して、平野翔はどのように対応しているのでしょうか。彼はその批判に直接反論することはほとんどなく、むしろ自分の信念を貫き続ける姿勢を見せています。彼の強さと冷静さは、ファンにとっても大きな支えとなっており、 彼の姿勢に共感し応援する人々が増えています実際のところアンチの存在は彼の人気の証とも言えます多くの人々が彼に関心を持ちその活動を見守っているからこそ批判の声も大きくなるのです平野翔はそのような状況にも屈せず自分の道を進んでいますその姿は まさにプロフェッショナルとしての誇りと覚悟を示していると言えるでしょうさらに彼の仲間たちも彼を強く支えています彼がどれほど思いやりのある人物であるかを知っているからこそ彼らは彼の決断を尊重しともに新たな挑戦に立ち向かっています彼の周りには常に温かい絆がありその絆が彼をさらに強くしていますアンチの批判に対しては 無視すするののが一番の対策です彼らの批判はしばしば根拠がなくただの嫉妬や誤解から来ていることが多いからです平野紫はそのような批判に惑わされず自分の信じる道を進むことでその批判を乗り越えています彼のこの姿勢は他の多くのアーティストやファンにとっても大きな励みとなっています平野紫のこれからの活動には多くの期待が寄せられています 彼の才能と努力、そしてその人間性は、今後も多くの人々を魅了し続けることでしょう。彼がどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンは心から楽しみにしています。そして、彼がその道を歩む中で、どのようにしてアンチの批判を乗り越え、自分の信念を貫いていくのか、その姿勢にも注目が集まっています。彼の成功は、 一一朝一夕でで得られたものではありません彼の背後には長年にわたる努力と苦労がありそのすべてが今の彼を形作っています彼のように成功を収めるためには単に才能だけでなく強い意志と覚悟が必要です彼の姿勢は多くの若者にとっても大きな刺激となり彼らが自分の夢を追い求めるための励みとなっています平野省の魅力は その多彩さだけでなく、その人間性にもあります。彼は常に周囲の人々を大切にし、支えてくれる仲間やファンに感謝の気持ちを忘れません。彼のインスタライブでは、ファンとの交流を大切にし、時には自虐的なジョークを交えて場を和ませることもあります。このような姿勢は、彼が単なるアイドルではなく、人間味あふれる人物であることを示しています。 アンチの存在は避けられない現実ですが、平野翔はその批判に屈せず、自分の信念を貫いています。彼の強さと覚悟は、ファンにとっても大きな励みとなっています。彼のように成功を収めるためには、単に才能だけでなく、強い意志と覚悟が必要です。彼の姿勢は、多くの若者にとっても大きな刺激となり、彼らが自分の夢を追い求めるための励みとなっています。 平野翔がこれからどのような道を歩むのか、ファンは心から楽しみにしています。彼の才能と努力、そしてその人間性は、今後も多くの人。踊り子を魅了し続けることでしょう。そして、彼がその道を歩む中で、どのようにしてアンチの批判を乗り越え、自分の信念を貫いていくのか、その姿勢にも注目が集まっています。 最終的に平野章の成功は彼自身の努力と意志の強さの結果です彼のように成功を収めるためには単に才能だけでなく強い意志と覚悟が必要です彼の姿勢は多くの若者にとっても大きな刺激となり彼らが自分の夢を追い求めるための励みとなっていますそして彼がその道を歩む中でどのようにしてアンチの批判を乗り越え 自分の信念を貫いていくのかその姿勢にも注目が集まっています平野翔のこれからの活動には多くの期待が寄せられています彼の才能と努力そしてその人間性は今後も多くの人々を魅了し続けることでしょう彼がどのような新しい挑戦を見せてくれるのかファンは心から楽しみにしていますそして彼がその道を歩む中で どのようにしてアンチの批判を乗り越え、自分の信念を貫いていくのか、その姿勢にも注目が集まっています。